はい、こんにちは。ガサガサミシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、ここですね、これも、森山市にあるなんか湧水公園というところに来てます。はい、金森湧水公園ですね。はい、ね、で今日なぜここに来たかというと、いろいろこういうね、平安時代の井戸跡とか、歴史遺産とかね、古墳、ホタルとかね、いろいろあるんですが、今日はそういうのではなくて、これです。はい、おなじみのね、淡水魚のハリオですね。はい、ハリオは、特に滋賀県はとても有名で、生息地の一大産地になってますね。であと隣の岐阜県もハリアの産地なんですね。ただなんか最近はね、いろいろ僕もあんまり詳しく読んでないんでわかんないんですが、北の方のね、北海道なんかにいる糸魚ですね、それとなんか混ざってるとか混ざってないとかね、なんかよくわかんないですが、いろいろ遺伝的なやつの研究とかね、進んできてなんかわかってるそうなんで、なんかその純粋なハリアっていうのはね、どうなんだろうみたいなところなんですが、僕もこれまでにここでも実際15年ぐらい前になっちゃうのかな、何度か、見たことがありますし、ここ以外でも滋賀県内だと、天然の河川、大きな河川も含めてだし、他にもいっぱい小さいね、遊水地あるんですけども、そういうところでハリオは見てきました。ただやっぱね、そのよくハリオっていうと、このバイカモとハリオのセットでね、あとホタルなんていうのはね、もうこの3つが3大セットになっていること多いんですけども、そんな生き物でなんですね、かなりシンボル的な魚になってます。ぶっちゃけ今ね、まだ行ってないんですけど、そこにハリオがいるのかどうかっていうの分かりません。で一応ここは保護してるし、網とかにね、ガタガタしちゃうと近所の人に多分怒られちゃうんでそういうわけにいかないんですけどもね、とりあえずちょっと覗いてみようかなと思います。いや、ガサガサ号むちゃくちゃ使いやすいです。これね、水車がありますね。鬼滅の水車、鬼滅の水車って書いてあるこういうのがあるんですね。はい、すごいな、鬼滅の水車。下流はもうひたひたですね。三面コンクリだな。こっちももうひたひた、三面です。で、どこにその流水地があるんだ。ここか。確かに流水でね、綺麗っぽいんだけど、魚は見えないね。これ見ても見えない。本当にバイカモ、花も咲いてますね。バイカモの花はとても綺麗で、もう本当にまさに梅の花ですね。うわ、めちゃくちゃ綺麗だな。綺麗です。ここにいるということですね。あ、ここかな。ここにいるんだ。見たいよね。泳いでるところ見たいよね。鯉や魚虫などの雑食性の魚を入れないでということなんですね。イカがワイカモが
こう言ってるわけですね。はい。と思ったら、すんごいザリがいっぱいんだけどな。ハリオ大丈夫なのか。うわ、いっぱいいるザリがね。ハリオはこうなったら意地でも一匹ぐらい見つけたいよね。じっくり探します。探すよ。おいらは探すよ。どっかに。はい、ということで今いろいろ探してみたんですけども、ハリオは見当たりませんでした。結構一生懸命ね探したんですけど、いないです。仮にいたとしても相当少ないですね。ちょっと厳しい状況なのかなということですね。ハリオ放流していますので、きれいにしてくださいと、で水遊びにも、ここに入れないでねってことですね。でハリオの生息域はとても狭くて、滋賀県の東北部と岐阜県の南西部、かっこ1950年頃までは三重県の北部にもいたということなんで、のみ生息していますと。で湧水池、地下水が湧き出ている池や、その下流の流れのある緩やかで、水温が夏でも20度以下のところで生活していますと。で5センチから7センチのトゲウオ科の魚で春に産卵しますが、この時のオスは婚姻色がになります。真っ赤に染まりますということなんですね。はい、まあ本当に典型的な解説文なんですけども、そんな感じですね。であとこのグループでいうと、トゲウオ科でいうとトミヤの仲間がねたくさんいますよね。でこれはまあ全国あちこち、まあ北の方が中心なんですが、いて、その中でも、南トミヤかなはもう絶滅したと言われていて、まあ、朝鮮半島にもね禁煙園種がいると言われているんですが、まあ、基本的にあの京都を中心にね分布していた南トミヤはもう絶滅と言われています。で他にもね武蔵トミヤだ、トミヤだ、茨トミヤだ、茨トミヤなんかも大物型とかいろいろねタイプがあったり、します。で本当にいろいろいるんですけども、そっちだったらそっちの中にはクラスのまだ多い種類もいるんで、ですが、まあ、基本的にトゲウオの中もあと北に行くと糸魚ですね。で糸魚も航海型と陸風型というのがいて、もう海からに食らって、ね、上がってくるやつ、ね、ものすごいでかいです。僕何回か撮ったことあるんですけど、もうこんなんですね。なんじゃこりゃっていうね、でかいサイズでね、橋の上から見てもね、特に上がってきたオスの青いやつなんかをもうすぐ分かっちゃうぐらいね、でかくてね、目立ちます。なんでまあそういう魚もいますが、基本的には、決して多い魚ではないと思うので、まあ、極力ね飼育欲っていうのを抑えてもらって、まあ、他の魚を買ってもらうというのがいいと思います。本当にさっきも言ったように、買うってことはその1ヶ月2ヶ月買うっていうわけにいかないんでね、本当に責任持って買わなきゃいけないんで、それこそねちゃんとクーラー、
もね、もう10万とか15万円とかね、もっとすごいと20万30万40万とするんですけども、そういう機会を買ってもらわないと買えない魚なんで、決して安易に手を出すことはしないでくださいと僕は、主張します、まあ、そうでないっていう人もいるかもしれないですけどね、あえてそこまで難しい魚を買う必要がないと僕は思ってます。なんかさっきのあの池保護してるよっていう池よりもこっちの水車のね、鬼滅の水車の下のスペースの方がね、なんかあれを生き残りそうだなっていう環境なんですけどね、まあその辺は分かりません。もう一つなので、まあ、これから、まあ、どっかでまたタイミングが合えば、また他の水系で、紹介できればなと思ってます。ということで、まあ、一種類ハリオという魚について少しだけちょっと触れたので、またこれからも回数を重ねて紹介していきたいと思います。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you.